ハロー YouTube、まさがみちゃんです。で、今回はね、こちらの方の、アンパンマン、バイキンマンとダダンダンドキドキアンパンチっていうね、これをね、いただいたんですね。作っていきたいと思いますけどもね。はい、こちらの方はですね、なんとですね、はい、対象年齢が何歳なのかな。はい、3歳以上ということで、早速作ってみたいと思います。いやー、これね、こういう風に入ってるわけですよ。で、このね、これが入ってきて、そしてですね、ダダンダンが入ってきて、シールが入ってるわけですよ。で、このシールを貼り付けるのが、まず大きな仕事ですね。で、多分、これはね、普通に、こうやってですね。で、これで、これくるくる回してね。くるくる回して、どこがやばいかっていうのを決めることができると思うんですよ。ほんで、カチャンとやって、刺していったら、これはボーンと飛ぶっていう仕掛けなんですけどね。早速ね、これを作っていきたいと思います。これを作るにあたってですね、何が大事かというとですね、はい、ここですよ。これをスティックをね、順番に貼っつけていくっていう作業ですよ。これがなかなかできないんですよね。はい、お子様には。で、勝ったお父さんお母さんはこれを貼るのにめっちゃ苦労するってやつですよ。これめちゃくちゃ、これをね、こう刺すと、アンパンって刺すと、こうピョーン飛び出すみたいな。で、これ大きな注意点があります。ね。このアンパンマンのこの、これがあるんで、これをね、どこに貼るかですよね。ちょうどですね、ここですね。ここに貼っていかなきゃいけないわけで、上手にね。なかなかこれが貼れないんだよ、本体に。多分。これを貼るのに、世のお父さんお母さんはめっちゃ苦労するわけですよ。ね、ここにね。ちょうどいい具合に貼らなきゃいけないんでね。こうずれたら子供が怒るわけですよ。真ん中違うって言って、ずれてるお父さんって言って。それをね、うまいことね、いいタイミングで貼れるかどうかですよ。はい、ずれました。言うててずれた。言うててずれたよ。言うててね、3ミリずれた。狙ってってんけどなぁ。あかんかったね。ということでね。はい。で、これをですね、作っていくにあたってですね、何がやっぱりね、一番困るところはね、これですよ。この反応がめっちゃめんどくさいね。で、表裏間違ったらあかんね。これね。表裏は間違ったらあかんの。まずね、アンパンマンを取り出します。ね。アンパンマンを取り出したら、わかる？浮かすにしたらこうなるんですよ。浮かすにしたらね、簡単に着地させてはいけません。秒で失敗するの分かるから。はい、こんな感じでね、ちょうどこの形に合わせて、こうやってシール貼っていくのが非常に難しいんですよ。これでお父さんお母さんたちがね、すごく苦労する。ね。この作業がめんどくさくて、もう買わへんわね、結構多いんでね。あんたずれたら怒るでしょつってね。それで、ここでね、まず行きますよ、アンパンチ。アンパンチ、アンパンチセーフ。カレーパンマン行きましょう、カレーパンマン。これメロンパンナちゃんとカレーパンマンとアンパンマンと食パンマンしかないっていうのがちょっと寂しいですね。こん中にドキンちゃんとかコキンちゃん入ってたら笑いますけどね。おーいみたいな。お前味方なんちゃうんかーみたいなね。あんたは一味ちゃうんかーみたいなね。感じで、はい。カレーパンマンね。いいデザインしてるでしょ、これ。ね。アンパン、ジャムパン、カレーパン。これ永遠と貼り続けなきゃいけないんですよ、この個数だけ。地獄ですよ、これ、地獄。地獄の作業ですよ、これ。ほんまに。シール貼る人がね、シール貼るのが好きな人はいいけど、シール貼るのめどくさい人はね、ほんとね、ほんとかわいそうです。いきますよ！メロンパンちゃう！カレーパンパンチ！セーフ！飛ばへんな。それ、いきましょうか、ほんなら。
メロンパンダちゃんでいきましょうか。メロンパンちゃんですよね。ね。メロンパンダちゃんでいきましょうか。次、メロンパンダちゃんいきますね。メロンパンダ。永遠とこういう動画です。永遠とこういう動画です。はい。メロンパンナちゃんが行きます。よし、完成した、裏表。メロンパンナちゃんパンチ。どう？いや、耐えてる耐えてる。バイキンマン耐えてるで、バイキンマンダダンダンやからね。お、次は行くよ、ほんたら。食パンマン行くで、食パンマン。ね。もうライブしながら、あい、いやー、線入ったー。シュワシュワになった、ここ。傷入った。傷もんや。傷もんの食パンマンや。傷もんになってもうた。このシャン食パンはな、売れへんからな、割引されんねんで。アンパン、ジャムパン、カレーパン。あ、お前、ちょっとさっきのあれで動揺してんな、俺。動揺してる、動揺してる、動揺してる。動揺してるで。はい、食パンマン完成。後ろから行こう、後ろから。ブスーセーフ。ブスーセーフでした。次またアンパンマンの順番に戻ってきました。いやー、ドキドキしますねー、皆さん。ドキドキしますねー、どうなるかね。どうなることやら。ね、もうこれ貼るだけでお父さん嫌やろな、こうな。はい、お父さん早く貼ってや、早く、あ、あ、破いてもうた、ほら、こうやって破いてもらうんですよ。焦らされたコーナーでね。自分で自分を焦らし、破いてしまったって。3歳か、俺は。よし。じゃあ、行くぞ。後ろからブスッと行くぞ。後ろから。あ！飛んでもうた。命中してもうたかな。あんたちょっと、ここはやったらあかんとこや。よし、ぶつ。最後に決めよう、最後にな。早いねん、飛ぶの。アンパン、ジャムパン、カレーパン。ね。何本目さだ ?1、2、3、4、5本目でいったか。5本目で。全部これ使おうよ。スティック。スティック全部使おうよ。アンパンジャム。視聴者さん本当ありがとうございます。こんな、ね、いいものをいただきまして、十分遊んでます。ブス。めっちゃ遊んでます。ね、こうやって遊んでます。いや、これ何分かかるやろ。20分ぐらいかかるんちゃう。こう作ってたら。アンパン、ジャムパン、カレーパンと。あかんあかんあかんが。やってもうた。上すぎたカレーパンマン、ごめん。でも、なかなかいいシール、あ、いいシール使ってるとかあれやわ。ハゲてもてるわ。やってもうたなぁ。こう浮いてくんねんな、これな。失敗失敗。浮いてくるやつや。カレーパンマンパンチ。いやー、失敗するよね。やっぱりなんかもうほんま、何枚、よ、3枚失敗してるよね。あかんなー。もうジジイやなー。もうガンプラ作られへんっていうのがわかるでしょ、もう。このアンパンマンのシール、結構ガバガバやのに、周り2ミリぐらい余裕あんのに、それを被せてしまうんやからな。もうジジイやな。はい、ジジイ、ジジイも終わりです。はい、ジジイ終わりです。はい。ね。
はい、メロンパンナちゃんパンチ。いやー、まだ半分か。まだ半分やな。これステック2、4、あ、ほんまや。ちょうどあんねや。ちょうど。ちょうどありますよ。あーん、あーん、アンパンマン。これね、欲しい人はね、ほんとね、またあのね、リンクの方を貼っとくんでね、リンク飛んで買ってください。そしたらまさかみチャリンと入るんで、下の方に貼っときます。難しいよね、これ反応。あーん、パンチ。お、もうぐっさぐさにやられてんで、こいつ。ぐっさぐさに。ぐっさぐさにやられてるわ。だだんだん。だだんだんぐっさぐさにやられてる。はい、カレーパンマンね。もうどこ刺したらわかるからさ、そこ、それ以外をどんどん刺していってさ、やってますけどね。一回もう飛び出してるんで、もうね。カレーパンマンパンチ。おお、メロンパンナちゃん。いや、32枚貼り続けてますけど、32枚、合計33枚貼らなあかんのか。33枚貼るんかい。おい、ちょっと待ってよ。いがむわ、そら、お父さんの、あれ、これもね。いがんだ。またいがんだ。パンチ！メロンパンナちゃん、パンチ！最後はアンパンマンで決めますね。最後はもうアンパンマンで決めると決まってるんでね。食パンマンパンチ。おーい、あと4枚だぜ。でも、もう一回食パンマンいくね。もう一回食パンマンいくね。もう一回食パンマン、食パンマンいくで、ね。これね、あの、黒ひげ危機一発みたいなやつやけど、結構面白いね。うん。ということで。まあ、いい大人がさ、ね、20分ぐらい遊べる。食パンマンパンチ！グサ！おぉ！カレーパンマンパンチ！くさ！おぉ！次はメロンパンマン、ペナ、パ、ペ、メロンペンナちゃんやって。メロンパンナちゃんだ。
すごいよなぁ。こうやってさ、ほんまに作るんやもんな、こんなんな、日本の国って。おもちゃ大好きなんやろなぁ。メロンパンナちゃんパンチぐさおぉ。そして最後、アンパンマン一人だけになりました。はい。最後は、アンパンマンです。このアンパンマンをはっつけたら、完成です。てれってってでん。最後とどめ刺すのはやっぱアンパンマンですね。はい、最後とどめ刺すのはアンパンマンです。あんあん、アンパンマン。愛と勇気だけが友達さ。お前友達おらんのかい。それでは運命の一撃いきます。あーん、パンチ、お、ナイスだ。はい、ということでやられました。ダダンダンとバイキンマンでした。はい、ということでね、はい、ぜひともね、高評価とチャンネル登録とコメントの方よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。またです。